だから今回僕バン中村さんに、はい、負けて骨折しちゃったんですけど、はい、それうまくもし勝ててたら、はい、実は、まあ、ジョビンさん、はい、ディープのチャンピオンとやりたいっていうことで、はい、まあ、知人を通じてオファーしたんですよね、はいはいはい、オファーしてっていうかバン中村さんの前ですけどね、まあ本当はね、あ、本当は時期的には、はいはいはい、ただまあジョビンさんにずっと、はい、いやそんなんでけへんしと、はい、でブレイキングダウンも出たくないって断られてたんで、だからまあ僕は朝倉未来さんにも相談して、はいはい、でどう思うと、僕の名前も出したんですか、ダメ出して、はい、ジョビンさんどう思うと、はい、もう即答で、はい、もうやめた方がいいと、はい、でまあ、今回怪我しちゃったけどさ、はいはいはい、まあ、なんかバンさん前だったから、はい、でもう大怪我すると、はい、で 打撃が強いから、はい、で多分、はい、朝倉未来さんがね、はい、僕とやってもいい勝負しますよと、はい、めっちゃ強いと、はい、そんな言ってくれたんですね、打撃がね、はい、打撃がね、はい、だから眼科定とか、はい、多分大怪我しちゃうから、はい、だからやめた方がいいって言われてたんですけど、はい、まあ、自分は戦いたいっていうことで、でオファー、そうだから僕ね、うん、奥野さんと所沢タイソンの試合前にもう相当もう煽って、うん、奥野さんのことも呼び捨てにしてるし、相当正直ばかり